約50年間の長きにわたり活躍された戦後日本を代表する俳優の緒方健さん。多くの名演で見るものを魅了されましたね。惜しまれながら2008年に肝臓がんで死去されましたが、2017年には孫の緒方篤史さんがデビューされ話題になりました。今回はそんな緒方健さんの最期やご家族の情報など、また息子が事故死したという噂など気になる情報を調査しましたのでご紹介します。緒方健プロフィール。緒方健さんは1937年7月20日東京府東京市牛込区、現在の東京都新宿区で生まれました。太平洋戦争中、空襲で牛込の家が焼かれたため、小学校2年生の時に千葉県千葉市登戸町に一家で疎開したそうです。中学まで千葉で過ごし、その後東京へ戻っています。1957年東京都立竹早高等学校を卒業後、憧れていた新国劇の二大看板俳優の一人、辰巳龍太郎さんの弟子になるために1958年新国劇に入団。辰巳さんの付き人となりました。すると1960年新国劇のもう一人の看板俳優、島田翔吾さんに見出され、遠い一つの花で主人公のボクサー役に抜擢。作品は映画化され、映画デビューも果たしました。1965年 NHK のディレクター吉田直也さんにより大河ドラマ太閤記の主役に抜擢され、続いて1966年の大河ドラマ源義経にも弁慶役で出演し、2年続けて大河に出演され、知名度が一気に上がると、その後も数々の大河ドラマに出演し、常連俳優の一人として活躍されました。その後1968年に新国劇を退団した緒方健さんは、映画テレビドラマに活躍の場を移し、テレビドラマ必殺仕掛け人シリーズの藤枝梅安を演じて多くのファンを得て映画化もされ、必殺必中仕事や家業にも出演。1978年に公開された映画鬼畜に出演し、数々の男優賞を受賞。その後も1979年に復讐するは我にあり、1983年に奈良山武士公に出演されるなど活躍。1999年池畑俊作監督の初物ではフランスベノデ映画祭グランプリを受け、翌2000年には紫綬褒章を受章されました。2008年10月に亡くなった緒方健さんですが、最後の出演作はドラマ風のガーデンとなり、死去5日前の9月30日には作品の制作発表にも出席されていました。また劇場映画で遺作となったのは、妖怪総大将ぬらりひょんを演じた2008年7月公開のゲゲゲの鬼太郎千年呪い歌となっています。緒方健肝臓がんで逝去。緒方健さんの逝去が報じられたのは2008年10月5日。享年71歳。死因は肝臓がんでした。2008年10月4日、自宅で体調が急変し、栃木県下津賀郡壬生町の獨協医院大学病院に運ばれ、肝臓破裂の緊急手術を受け、一時は病状が回復したかに見えたものの、翌10月5日の午後11時53分、肝がんにより死去されました。最後を看取った友人の津川雅彦さんによると、緒方さんは津川さんに、お前体大事にしろよ。良い映画たくさん作ってくれよな。治ったらうなぎ食いに行こうな。白焼きをな。と、冗談を交えつつ、
医者に危篤を宣言されている患者とは思えないような明るい口調で語ったそう。しかしそれが尾形さんが残した最後の言葉となり、4時間後には帰らぬ人となりました。告別式は都内の大日本四宿会本堂で厳かに執り行われたようです。尾形健さんは8年ほど前から慢性肝炎を患っていたそうですが、尾形健さんは関係者には黙っておくよう周囲に伝えていたようです。尾形健さんは病に打ち勝つという強い意志を持っていたようですが、慢性肝炎が肝硬変に悪化し、そして亡くなる4年前には肝臓がんに病変していたとのこと。尾形健さんは亡くなる直前までしっかりと目を見開いて家族と会話をしていたそうです。息子である役者の尾形寛太さんは、遺作となった風のガーデンの撮影地が北海道富良野であることから、がんを患っていた尾形健さんの体調を心配していたようですが、撮影現場に出ると元気になる父の姿を見ると止めることはできなかったそうです。そんな中、尾形健さんはドラマを最後まで撮り終えて安心し、緊張の糸が切れて病状が悪化したのかもしれません。きっと命燃え尽きるまで俳優として生きたことは本望だったでしょう。尾形健の嫁は？尾形健さんは1966年新国劇所属の女優高倉典恵さんと結婚されました。高倉典恵さんは男性が多い新国劇の中で貴重な娘役女優であり、恋愛の競争率は高かったでしょう。当時の尾形健さんはまだキャリアが浅く、高倉典子さんは高嶺の花だったと思われますが、楽屋で初めて会って恋に落ち、結婚を約束して交際をスタートさせたようです。その後7年の交際期間を経て結婚したということなので、お付き合いをスタートしたのは1959年頃の尾形健さんが新国劇に入団した翌年となります。新人でありながらホープと期待されていた尾形健さんのカリスマ性に高倉典恵さんも惹かれたのかもしれません。尾形健の子供について、尾形健さんには高倉典恵さんとの間に2人の息子と1人の娘が生まれています。長男の尾形寛太さん、そして次男の尾形直人さんは皆さんご存知の通り今ではベテラン俳優です。ちなみに3兄弟は皆年子であり、寛太さんと直人さんは年齢が10ヶ月しか違わないため双子と勘違いされることもありますが、学年は違うようです。長男の寛太さんは日本大学を卒業され、その後尾形健さんの所属する事務所で小林俊二さんのマネージャーをしていましたが、いつからか影響を受けて俳優を志すようになったようです。そして TBS のプロデューサーからスカウトを受け、1989年にドラマ「寂しい女は太る」TBS 系でデビューされました。また尾形寛太さんは結婚されているようですが、お相手については不明で、子供は2人の女の子がいるようです。父である尾形健さんとは2001年の舞台「信濃一茶」や2005年の映画「蝉しぐれ」などで親子共演もされています。またジャニーズの大御所である東山紀之さんとは芸能界に入る前、13歳の時から友達であり、現在も弟の尾形直人さんを含めて交流があるようです。過去に東山さんがトーク番組 A スタジオに出演した際、尾形家とのエピソードを語っており、尾形家での鍋パーティーをした時に尾形寛太さんに酔っ払った東山さんがふざけてヘッドトックをかけたところ、入りどころが悪くて
翌日レントゲンを取る羽目になったようです。仲の良さが伺えますね。またカンタさんは尾形健さんと同じく書家としても知られ、尾形健さんと共に個展二人展も開催したことがあるようです。一方で弟の尾形直人さんは俳優を志し、1987年に声優座研究所に入所、映画優春でデビューされました。その後1989年には青年座へ入団して、現在まで舞台やテレビドラマ、映画など第一線で活躍を続けています。ただ2015年以降は出演が一気に減っており、干されたなどの噂もあるようですが、自ら家族との時間を増やすためにセーブされているようです。また2020年現在放送中のドラマ六本木クラスにも出演されていますし、映画にはほぼ毎年出演しているようです。尾形直人さんの息子である尾形厚志さんはアメリカの高校を卒業され、その後は俳優を志し帰国。親の七光と言われることを避けるため、尾形直人の息子であることは伏せたままオーディションに挑み合格したそうです。尾形健さんが他界した時はまだ小学6年生だった厚志さん。厚志さんにとってはいつも優しい祖父であり、かたや尾形健さんは、厚志は目鼻立ちがいいから俳優になるかもとよく言っていたそうです。息子事故死の真相は、冒頭でもお伝えした尾形健さんの息子が事故死しているという噂ですが、尾形健さんのお子様は皆さんお元気です。ではなぜそのような噂が出てしまったのかというと、おそらくとあるブログが集客のためにでっち上げたキーワードを記事タイトルにしたことから、見た人が検索するようになり定着してしまったのかもしれませんね。または1987年に尾形健さんが出演した松竹映画鬼畜で、尾形健さん演じる役の嫁が子供に激怒して虐待死させ事故死に仕立て上げるというシーンがあるようで、この記述を見た人が検索を始めたことが影響しているのかもしれません。いかがだったでしょうか。日本を代表する名優だった尾形健さん、その意思を受け継いだ息子さん、そしてお孫さんのこれからの活躍が非常に楽しみですね。これからも注目していきましょう。